はい、夢です。どうも。はい、ですね、コメントの方でですね、またプレスリリースの解説してほしいってリクエストがあったので、はい、してみたいと思います。今日説明するのはですね、ニューイヤーズイブですね、いわゆるカウントダウンね。このカウントダウンチケットに関して大きな仕様変更が今年あったので、そのことについて、解説をしてほしいってリクエストをいただきましたので、はい、今日はそれを解説したいと思います。まあ俺はね、ついついねカウントダウンって言ってしまうんだけども、これチケットの名前はあくまでもニューイヤーズイブ、つまり大晦日チケットってことなんだよね。でなんで時折ね、俺カウントダウンって言ってしまうことがあるので、あのすみません、そこはですね、ちょっとあの古い人間でつい癖で言ってしまうので、そこはご了承ください。それ でこのチケットがですね、今回ちょっと今年はざわざわしました。これね、俺もねふーんと思って流してたんだけど、これね毎年ね、このカウントダウンはね、大晦日の31日の20時から翌朝の7時までの11時間営業だったんだけども、今年はですね12月31日の20時から入って元旦の22時まで26時間パークに滞在できることになりました。これが大きな仕様変更で、でこれでね、みんなね、うおー26時間ってざわざわっとした人結構いるみたい、いたみたいなんだけど、正直俺はですね特にざわざわしませんでした。あ、そうなんだって感じだね。でこれなんでかというと、これは震災が起きる前、東日本震災ね、2011年3月に震災が起きたから、2010年から2011年までのこのカウントダウン、この年までは毎年このカウントダウンチケットがあったら元旦の22時まで26時間インパークはできたので、まあ7年ぶりにこの仕様に戻ったって感じかな。なんで、あ、戻ったんだ、やっとかよって感じでしたね。だからこれまでが異常だと思ってたので、うん、やっと本来の姿に戻してくれたんだと思っただけなので、はい、特に驚きはなかったです。でこのプレスリリースもね、出て10日ぐらい経ってんだけど、10日間特に何もやらなかったのも、まあ昔に戻っただけだからなと思って特にスルーしてたんですけども、結構ね、どうなのどうなのって結構みんなから言われたので、なるほどねと思って、ちょっと今それで動画作ってます。それでもうちょっと詳しく見ていくと、パークの方はランドが17時、大晦日ね、大晦日当日ランドの方は17時閉園で、 C は18時閉園ね。で2時間インターバルがあって、で大晦日の20時から運営し、でカウントダウンが12時ジャストにやった後に、午前4時からランドと C 両方のパークを行き来可能になって、でそれでそのチケットで22時まで入れると。でここでちょっとだけ注意なのが、まず両方のパークに行ったり来たりできるのはカウントダウンが終わった午前4時からということと、あともう一個、元旦の午前2時から通常営業なので、午前2時から普通のワンデーチケット、それから年パスを持った人が普通に入ってきます。だからこの本当にカウントダウンチケットね、を持ってないと楽しめないっていうのは午前2時までです。午前2時まで、だから20時に空いてから6時間、この6時間だけは完全にこのカウントダウンチケットを持った人のみの貸し切りの時間になるってことですね。でそれでこの26時間インパークできるのに、お値段9700円で据え置きです。俺ここがびっくりした。ってことは今までのさ、朝7時でクローズのさ、11時間しか使えないチケットで9700円がいかにぼったくってたかってことだよね。26時間インパークできて、2パークね、行ったり来たりできて9700円だったら、これは確かにね、得というかね、コスパはいいなと思いましたね。なんで今年のチケットはですね、かなり争奪戦、かなり激戦になると思われます。はい、でチケットの仕様に関してはそんな感じね。それで
カウントダウンそのものの魅力とカウントダウンって具体的にどうなのってとこなんだよね。で、俺はこのカウントダウンに関しては前も動画で何回か言ってるけど、震災が起きた2010年から2011年、これが俺実質最後のカウントダウンだなと思ってます。実はランドとシーではそれぞれ年に1回だけのカウントダウンのスペシャルな超プレミアムなめちゃくちゃすごいパレードとハーバーショーってのやってました。で、それが震災がきっかけで、まあ、震災を口実にね2010年から11年のこのカウントダウンでそれが最後になり、2011年からのカウントダウンはもう花火のみになってしまいました。ね、花火のみだと途端に俺はやっぱショーパレ好きなので、もう魅力一気にダウンして、花火だけのカウントダウンになってからは1回だけ行きました。1回だけ行ったけども、うん、やっぱりなって感じで、でそれ以来カウントダウンは全く行ってないですね。で一応ね、魅力とデメリット、何が良くて何がダメなのか一応俺なりに思ったこと言っときましょうね。まずこのニューイヤーズイブ、まあ、カウントダウンのチケットなんだけど、まず一番の魅力は何と言ってもこの優越感だね。この確率10倍20倍と言われてる、10倍っていうデータが分かんないんだけど、どっかのねブログかツイッター見たらね倍率10倍って書いてあったんだけど、その根拠は分かんないんだけど、まあとにかくね、当たらない当たらないって結構みんな言われてて、すごいそのプレミアム感ね、当たったらどうだっていうね、その自慢できると思うし、どうだいいだろうってね、 D オタギが自慢できると思うので、そのすごいプラチナチケットっていうところのまず優越感ね。でもこれはね、当日のパークの魅力とは関係なくて、ただ単に品切れ、ただ単に買えないものだとますます人間欲しくなるっていう心理が働くから、それはカウントダウン当日の魅力ではないよねチケットの魅力ですね。はい、まあ一応そういう優越感ね。で、あとは当日のその限定感ね、リミテッド感っていうのかな、このやっぱ当日プレミアム感、当日限定なら何て言ってもそのカウントダウン当日の花火ね、やっぱ2018発上がるのかな、確かに数は多い、華やかで派手ですね。で、派手な花火があります。あとはみんなで543ってやるあの一体感と、あともう一個限定感で言うと、このフードだよね、年越し営業するのでこの日だけしか食べられないフードがあります。例えばお雑煮だったりね、年越しそばだったり、限定フードってあるんですよ。ただこの限定フードもめっちゃ並ぶのと、あとは販売時間が異様に短いんだよね。だからめちゃくちゃ並ぶんだわ、うん、この限定フードの食レポもね、まあ、いつかやってみたいと思ってんだけど、これはねかなりね要領力いかないと食べられないので、これはかなりハードル高いですね。あとはショーパレで行くと、これはね季節によるんだけど、このスペシャルチケットを持ってない時間じゃないと見れない時間にあのショーパレやったりします。例えば昔で言うとね、すごいよ、午前3時にあの E パレ、エレクトリックパレードがあったりしたし、あとダイヤモンド報酬でダイヤで夜中のね1時2時にウエスティーズってショーがあったし、もしかしたらこのカウントダウン終わってからのね、あの夜中の、ね、夜25時26時27時にもしかしたらそういうすごいショーがもしかしたらあるかもしれないね。でもこればっかりはその年によるので、うん、ちょっと分かんないですね。はい、なのでそういうショーもあります。で、その俺が見たね午前3時のEパレは、右がEパレの先頭で、あの紋付き袴と晴れ着に乗ってきましたね。はい、なのでそういう年もありました。あとね、20周年の時のブレージングリズムの年かな、その時もね夜中のブレージングリズムやってくれましたね。あれも嬉しかったな。はい、そんなとこかな。あとはこのチケットの魅力としては、両パークはしごできるってとこがありますね。あの年パス持ってる人にとっては不運だけど、あのマルチデーパスポートって言って3日目ね、連続3日間連続したチケットで3日目からあの行ったり来たりできるっていうチケットしか今ないので、1枚のチケットで手軽にね両方のパーク行ったり来たりできるってチケットは今このカウントダウンチケット以外ないので、1日でねランドとシー行ったり来たりできるっていうのはまあ魅力っちゃ魅力ですね。デメリットいうのを言ってもね、どうなのよってところもその代わりあります。例えば
限定のショーとかがないので、結局真ん中で花火やるだけだから意外とやることがない、ね、アトラクションを乗るしかないので、そのアトラクション乗るのもなんやかんや言うて混んでるので、そんなね、なんかのよくある企業の貸し切り営業とかと違ってめちゃくちゃ混んでるので、そんなにねなんかスイスイ行けるってことはないですね。あとはあったかい飲食店とかレストランとかアトラクションがめちゃくちゃ混むので、特にねあのプラズマリーズダイナーなんて絨毯で広いから、トモテラなんかもそうだけど、もうね野戦病院みたいにね、なんか寝袋とか銀マットにくるまったそういうなんかレジャーシートを引いて寝てる人がいっぱいいるのね。でなんかそういうね嫌なとこも見てしまうので、それがちょっとねがっかりするね。だから意外とハードよ。でね26時間インできるんだけど、で実際に俺がねその26時間インできる時代に本当にやったことがあって、ねこれ面白かったのが、一応俺幸いなことにね大体ね1時間ぐらいのところにね当時住んでたので、これ本当あったんだけど、カウントダウンの、チケット持ってて、カウントダウンランドで当時見て、で3時か4時頃限界までいて、でね初日の出見ようと思ったのかな。だから毎年大晦日から元旦初日の出はね東京って7時5分に日が出るので、で初日の出だけ見て、で一回家帰って、で家でシャワー浴びて仮眠して、夕方のね6時頃かな、でもう一回再入園でインパークして、でその日のレギュラーショーのラス回19時20時ラス回見て帰るってやったことあるね。だから一回朝帰ってシャワー浴びて家で寝てまた来るっていうことができるので、これおすすめですね。はい、なのでね26時間ね無理してパークにいることもないので、うん、まあ帰れる人はね一回帰った方がいいと思います。で、あとこれね絶対やる人いるなと思うのが、これね若い YouTuber の子はねおそらくねランドとシーのアトラクション両方いっぺんに全部乗るとかね、そういう人もしかしたらいるかも、そういう人出るかもしれないですね。はい、それは思いました。まあ俺やんないけどね。はい、でじゃあカウントダウンならではの楽しみ方を教えてくださいってたまに聞かれるんだけど、そのね限定フードぐらいしか正直ならではっていうものはないので、正直俺はですね行かないですね、おそらく行かないと思います。で両パーク共通の年パス持ってる人は2時からインパークできるので、そうするとその真ん中で打ち上げね、そうするとカウントダウン本番の花火とあとフード、そのために9700円、9000円近く払うのかってとこなんだよね。で両パークの年パス持ってる人だったらおそらくこれは買わないと思いますね。買わないでしょ。でじゃあ年パス持ってないワンデーだけなんだけどっていう人は、その26時間インパークできるって点では9700円はお買い得かもしれないね。ランドとシー1日で両方回れるっていうのは本当にねそのチケットじゃないと体験できないので、でカウントダウンの花火を見た後に両パーク行ったり来たり、まあ、4時からだけどね、4時から行ったり来たりできるっていうそのレアな体験をできるっていうんだったら9700円はいいかもしれないですね。ただ本当にねめちゃくちゃ寒いので、車で行ってね車の中で暖を取るとかうまく工夫して考えていかないとかなりきついと思うので、はい、行きたい方はですね腹くくってよく考えて行ってください。俺はそんなにねメリットないと思うので行かないですね。はい、こんな感じかな。まあ、とにかくね昔の2010年11年の時の仕様にまた戻ってくれただけでもね俺は嬉しいなと思いました。なんか、うん、高いお金払うんだからねやっぱそのぐらいの価値ね、おまけというかね付加価値ないとなってやっぱ思うので、うん、昔の仕様に戻ってくれたことに関しては素直にいいなと思いました。
はい、そんな感じかな。そろそろ応募始まる頃でもね、皆さんもよく考えて応募してみてください。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。